教令員に対抗するため、私たちは彼らが何をしているのか具体的に知る必要があります。先ほど言った機密ファイルについて手に入れる方法はありませんか？リスクを犯してもいいならチャンスはあるわ。私はこれでも大賢者の助手だから、プロジェクト以外のことは私が処理することも多いの。ただ機密ファイルを手に入れても、それをアーカー社を通して君たちに送ることはできない。賢者たちはアーカー社の内部を常に監視しているから。そうね、一番原始的な方法を使いましょう。明日の夜、教令院の入り口に人を送って取りに来て。教令院の入り口？それはいくらなんでも目立ちすぎでは。安心して、罠じゃないかと心配しているのなら考えすぎよ。こっそり抜け出したりしたら、それこそ疑われる可能性が高くなるでしょ。だから少しの間衛兵の気をそらして、引き渡しを一刻も早く終わらせることが一番リスクの低いやり方なの。わかりました、信じましょう。ところで、この計画を終わらせれば私は罪を償ったと考えていいのかしら？それは送信に聞くほかありませんね。送信、そうね。今回の件で危険にさらされたのはほとんどが送信の民だもの。知恵の神として学者たちを審判して導くのも送信。もしかしたら私もそろそろ神を信じるべきなのかもね。本当にナヒーダの言った通り、セタレの説得に成功したな。旅人の構成は実に巧妙だったわ。彼女こそ一番のお手柄よ。時間は明日の夜と決まったし、今はセタレの方が順調に行くことを祈るしかないわね。祈る？そう言ったって、学者たちに加護を与える知恵の神はお前だろ。私？それは違うわ。学者たちに加護を与えるのは真理であるべきだと私は思っているの。さて、それじゃあ明日の夜、冒険者協会で会いましょう。キャサリン、オイラたちだぞ。あ、待てよ、お前はあのキャサリンだよな。ええ、あなたの思っているあのキャサリンでしょうね。シー、今晩は隠密行動しないとなんだぞ。キャサリンのふりを守らなきゃダメだろ。パイモンの言う通りよ。今晩の引き渡しが罠である可能性もまだ完全には否定できていないわ。万が一予想外のことが起きた場合、おそらく私の存在だけが私たちの唯一の切り札となる。私の意識が外部にいることは、教令員もまだ確信を持てていないのだから。そうだよな。そうだろうと思ってたんだ。
で、まあとにかくそういうことだ。うん、気をつけた方がいいと思うぞ。おかしい？何がだ？夜なんだから静かで当然だろう。もう疑心暗鬼になってるのかよ。彼女の言う通りよ。確かに普段より静かね。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。これがシティ全体に起こっている現象なのかどうかはまだわからないけど。じゃあ本当に偶然じゃないのか。まさかセタレは衛兵を引き離しただけじゃなく、シティにいる人をさっさと寝かせてオイラたちに道を開けることまでやってのけたのかよ。違和感の原因は私にもまだわからない。でもここまで来たんだからとりあえず約束の場所に行きましょう。おう、お前がいるからちょっとは安心できるぜ。本当に人が少ないな。教練院の入り口もこれくらい静かで、衛兵もセタレに引き離されてるといいんだけど。時間になんでこんなに人が集まってるんだ。凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教練員の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの。潜在意識に情報を投入できるようアーカーシャ端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。ここまで来れば安全だよな。ふう、よかったぜ。
ちはナヒーダのおかげで逃げられたけど。まさか、こんなところで今まで会ったこともないファデュイの執行官に会うなんてな。しかも順位も第2位って、かなり高いぞ。博士、名前は前に聞いたことあるよな。セタレもかつて追放された学者が教練院に帰ってきたって言ってたし、賢者たちですら恐れるっていうのは、どうやら博士のことを言ってたみたいだな。そうだな。こうなると、スメール教練院が単体で何かを計画してるっていうより、ファドゥイと教練院が手を組んで何か悪いことをしようとしてるってことか？でも、今度は一体何をしようとしてるんだ？やっぱり、また神の心か？おう、ナヒーダの力があれば、いろいろ便利だしな。あの時、シティの外で会おうって言ってたけど、まさか、このまま何もしないで待つわけにもいかないよな。え？それって。ああ、そうか！オイラたちがアビディアの森にいた時、ちょうどあいつをプロジェクトに誘う賢者を見たんだよな。多分同じ賢だぞ。あの時ティナリはきっぱりと断ってたけど、何か知ってる可能性もある。そうと決まれば、早くガンダルバー村に行こうぜ！止まれ。金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊、間違いないらしいな。周りを見てみろ。お前たちは我々の待ち伏せにあったのさ。お前たちは30人団のやつらか？オイラたちを捕まえに来たのか？30人団？あの骨折り損ばかりの雑用係のことか？あんな上の犬などと同じにしてもらっては困るな。俺たちはスメールでもトップクラスの報酬を得ているエリート傭兵団だ。今回は追放者という方からの依頼を果たしに来た。追放者？教練員の追放者か？でもオイラたちを捕まえたいならなんで直接ファデュイに頼まないんだ？ペチャクチャ話す余裕があるとは、よほど命が惜しくないと見える。隠れ！オイラたちも行くぞ！サンドバッグが歩いてくるとはな。痛くしちゃうかも。逃げ場はないぞ。よっ！た！よっ！覚えたわよ。それ！無意味な抵抗。サンドバッグが歩いてくるとはな。見逃さないでね。まだ足りない。はびこりなさい。補助力を。やまだな。他にも待ち伏せしてたやつがいたみたいだぞ。確かに厄介だな。これが傭兵の中のエリートってやつか。そうだな、今後も警戒した方が良さそうだ。
でも博士って怖いやつだな。オイラたちがティナリのところに行くこともお見通しでここに待ち伏せさせたのか。頭のいいやつを相手にするのって大変だぜ。引き続き進もう。あれ、旅人にパイモン、どうして戻ってきたんだ。コレイ、また会ったな。元気だったか。私は正直あまり良くないんだ。最近マリン病の悪化が加速してきててさ、細かい作業とかをこなすのが難しくなった。だからティナリ師匠もパトロール任務には来なくていいって、残ってみんなの手伝いをすることだけ許してくれたんだ。そうだったのか、コレイ。あ、ところでティナリはどこだ。パトロールか。オイラたちあいつに用があって来たんだ。師匠はつい最近アビディアの森を離れてパルディスティアに行ったよ。え、ティナリがここを離れたのか。でもティナリはずっとアビディアの森を離れることを嫌がって、賢者の誘いですら断ってただろ。私もおかしいと思ってるんだ。師匠はずっとレンジャー長の仕事を重視してた。そう簡単には離れようとしなかったのに、今回はすごく急いで出て行ったんだ。ううん、何も。それどころか、ここを立ったことすら書き置きで知ったんだ。いろんな業務とか、スケジュールについても書いてあった。あんなに急いで行ったってことは、きっと一刻を争うようなことが起きたんだと思う。師匠は以前、教令院の正論派で学んでたんだ。パルディスティアイはその正論派の研究基地みたいな場所で、研究に使う珍しい植物をいろいろと植えてるらしい。師匠はレンジャー長になる前、パルディスティアイで長いこと学術研究をしてたんだ。研究基地か。ティナリは一体どんな研究をしようと思い立ったんだろうな。時間もないし、そのパルディスディアイってところに行ってティナリを探そうぜ。あ、うん、私は大丈夫だ。マリン病の症状になんかとっくに慣れてる。師匠に会ったらよろしく伝えといて。おう、分かったぜ。じゃあな、コレイ。私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの。別れてから私と博士に何が起こったのか、あなたたちは知らないでしょ。災害レベルの暴雨の後は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。確かにこんな変な比喩を使えるやつ
本物のナヒーダぐらいしかいなさそうだな。ん？私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわ。ただより簡単に理解できるようにと。まあまあ、もうわかったから。ナヒーダ、オイラたちが離れた後何が起きたのか教えてくれよ。あの市民たちはどうなったんだ？あなたたちが離れてから私は全力で全ての民の意識を修復していたわ。幸い博士の言っていた情報を潜在意識に投入するというのは、脳に直接書き込むわけじゃなくて、人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから私の今の力でも解決できたの。彼が私をコントロールしようとした瞬間、全員の意識修復が完了した。だからすぐに意識転移を使ってその場を逃れたの。ふぅ、博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。ナヒーダがいてくれてよかったぜ。それほどよくもないわ。人々の意識を修復する過程において博士は私の本当の身分を見抜いたわ。これで私たちの切り札がまた一枚減った。それに彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら、私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれない。じゃあもう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか。一体どうすれば。なんだかもてあそばれてる感じだ。厄介な相手だぜ。それに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。突破口を探しましょう。おう。そういえばナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ？お前もここで待ち伏せてたのか？ええ、私は旅人の元素力を感知することができる。力の移動する方向を頼りに場所を推測したの。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ？何か手がかりを見つけたの？オイラたち、以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるのを見た。ナヒーダも一緒に行ってみるか？え、行くわ。その彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。旅人ではありませんか。お前はハイパシア。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あなたたちに会えるなんてとっても幸運ですわ。この人は？オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時はサティアワダライフの段階にいたんだ。そうなの？ええ、よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当にちょうどいいところに来てくださいました。ハイパシア、喜びすぎだぞ。ところでアビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか？いや待てよ、もしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか？どうでしょうね。私、意識の中で神に会いましたの。え、本当か？よかったじゃないか。あな
なたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて、なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、比類なき至高の体験でした。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかも、と言いましたでしょ？今の私は、知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。そんなことができるのか？聞いたことはないわ。でも、試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。これは、必要不可欠な儀式なんですの。またあのお香か？さて、では。私の手を握ってくださいませ。意識をつなぐ通路を作ります。ええ。準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の期待、まだ羽の生えそろわぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。丁劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これは、オイラたちが見たのって残票の過去なのか？いろんな情報が重なったぞ。でもハイパシアの言う神が残票なんかと何の関係があるんだよ。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を。はあ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのは、ただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を、私に救済を。気づいているかしら。これは、パリプーナライフなんかじゃないわ。
おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか。どうしてあの方たちは私を避けるのです。私は神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか。暗闇の中で探索を続け光を見つけたのですよ。ハイポシア、そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか私は気が狂ったのですか。待って、あたりがおかしいわ。今度はまた旅人本人なの？さっきまでずっとナヒーダがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に意識を急いでお前の体に移したみたいだった。そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。え？交換？もしかしてお前の意識もナヒーダの体に入ってたのか？それでナヒーダの意識はどうなったんだ？今どこにいるんだよ。意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら信じられなかったよ。これはまだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうね。そうだ、さっき逃げるとき君の肉体に入っていた意識から君へのことづてを頼まれたんだ。彼女はこう言っていた。博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできないけれど、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーダは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことか。まずいぞ。ナヒーダが言い残したのはそれだけか。わけがわからないぞ。あ、そっか。博士はもうナヒーダの意識を捉えてるから、ナヒーダが何を言ったかわかっちゃうんだもんな。慎重なんだ。たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。月と虚言と嘘は過信探祭の時の錬金占いだよな。星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような。確かセタレに関係があったか。おお、そういえばそうだったな。つまりナヒーダは
砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのか。でもナヒーダがいない今、オイラたちだけで大丈夫かな。パイモン、今スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うナヒーダ、つまり旅人の体の中にいた意識は、もしかして宗神様なわけ？確かに合ってるけど、今は複雑な状況でちょっと説明するのが難しくて。いや大丈夫、学者の好奇心は何も時と場所を完全に選ばないわけじゃない。状況がどれほど複雑なのかはちょうどさっきこの目で見てるしね。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、クラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど、賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないか？それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、賢者たちは一切その詳細を話してくれなかった。だから断ったんだ。僕が知っているのは、プロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけ。ん？ナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのか？え？根拠は？そうか、なるほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったから、こっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて、彼女を元に戻す方法を探ろうとした。そうでもしなければ今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで、僕も以前から教令員がクラクサナリデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか新たな神の創造なんて、傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ。博士と残票、ファデュイの執行官が二人もスメールにいるのか、先が思いやられるね。でも君の説明からすると、プロジェクトはまだ完全には終わってない。つまりまだ奴らを止める余地はあるってことだ。新たな神の創造と世界樹の修復に一体どんなつながりがあるのかな。賢者たちの目的は未だにはっきり分かってないんだよな。おお、今ある情報もだいぶ整理できたしな。まずは行動しようぜ。ティナリ、何か考えはないか？僕はひとまずここに残る。ハイパシアの方も何とかしてあげたいしね。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅に行くといいよ。あそこが砂漠地帯へ行く一番便利なルートだから。何か僕に手伝えることがあったらここまで来てくれ。君たちに知恵が訪れますように。おう、ハイパシアが良くなるといいな。それじゃあまたな。痛くしちゃうかも。
やっとキャラバン宿駅に着いたぜ。結構賑やかなんだな。あの壁の向こうに砂漠が待ってるのか。確かこの壁って防砂壁って言って、外からの砂を防ぐためのものなんだよな。こんな高い壁、もしかしたらこれもマハールッカデバータの神業なんじゃないのか。こんなところでほうけてないで来い。こっちだ。アルハイゼンはあっちだ。早く追いかけようぜ。一体何が起こったんだろうな。買うべきものはこれとあれ。どういうことだ。あいつはどこに行った。くそ、さっきまでここにいたのに見失うとは。エルマイト旅団、今回は誰の手先なんだろう。オイラたちつけられてたのか。油断しすぎだ。あの尻尾たちの尾行の程度なんてたかが知れている。すぐ気づけただろうに。礼はいい。俺はそういった人情や貸し借りには一切興味がない。見かけたついでに間違いを正しただけだよ。教令院で身についた習慣とも言えるな。こんなところで会えるなんてな。アルハイゼン、さっきはオイラもびっくりしたぞ。前にオルモス校で別れてから教令院に行くって言ってたよな。いや待てよ、お前もしかしてオイラたちを捕まえるために教令院が送ってきたわけじゃないよな。ほう、どうやら教令院と揉めているようだな。遅かれ早かれこうなるとは思っていたが、俺が君たちを捕まえようとしているのなら、今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り、俺が手柄を立てるのを指をくわえて見ているだけだったと思うが。うん、それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺は研究自主性を追求する派だ。近頃は賢者よりも君の方に興味があるな。そういうわけじゃない。実は未だに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出どころを突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、それは以前アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。俺が思うに、君は何かしらの情報を隠しているはずだ。それについて話してくれないか。アルハイゼンってすごく鋭いんだな。そんな細かいことまで覚えてるなんて。そうか。確かに俺も教令員のものだからな。立場的にも警戒するのは賢明と言えるだろう。だが少なくとも君は確かに何かを知っている。そうだろう。構わない。直接答えをもらうより
俺は自分で調査する方が好きだ。ところで、君たちも砂漠へ行きたかったのか？ああ、お前と同じだ。でも、これといった目的地はまだないな。なら、まずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源も多い。どうだ？一緒に。知ってる人が旅の仲間になってくれるのっていいよな。それじゃあ行こうぜ。大事なのはコツコツ積み重ねることだ。この先が砂漠の民の避難所、アール村だ。ここの地形独特だよな。結構面白そうな場所だ。早く見て回ろうぜ。俺の記憶が正しければ、教令院にいた頃はあまり関わりがなかったはずだろう。偶然会っただけだというのに、その態度はどうしたことか。大マハマトラ殿。運よくこの一槍を避けられたとしても、審判から逃れられるとは限らないよ。アルハイゼン。審判？先ほどの君の行為は、審判か、それとも粛清だったのか。俺は全力を出していない。もし出していれば、その旅人では、俺を止められなかっただろう。一見暗殺に見えただろうが、ターゲットの反抗心と逃亡意欲を失わせるためやったことに過ぎない。これが、マハマトラのやり方だ。お前も知っているだろう。あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。こいつ、誰なんだ？アルハイゼン。さっき大マハマトラって言わなかったか？ああ、教令院のマハマトラたちのトップ、大マハマトラのセノだ。学術犯罪の領域において彼は誰もが恐れるハンターさ。お前たちはアルハイゼンを深く信頼しているようだな。それどころか、そいつのために俺を阻むとは。仮に俺がお前たちだったら
そいつの方には決してつかない。何を話されても信じたりはしない。その書記官は俺が長きにわたって追っていたターゲットだ。お前たちの立場をはっきりさせてもらおうか。もしまた邪魔立てするようであればお前たちも巻き込まれると思え。アルハイゼンが何をしたって言うんだよ。お前が言うほど悪いことはしてないだろ。無駄口は叩きたくないんだ、アルハイゼン。さっき一戦交えた時に気づいたんだが、お前が隠している神の缶詰知識を渡してもらおう。それとも俺の助けが必要か。さすがはマハマトラ、嗅覚が鋭いな。この神の缶詰知識、確かオルモス港にいた時マハマトラの手に渡ったはずだよな。道理でそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している？それに君は教令院の大マハマトラであるにもかかわらず単身で砂漠に来た。俺が知る限りマハマトラたちまでもが皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか。仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう。それでも君は権力と資源を使って教令院で俺を採決できたはずだろう。やはりお前は厄介だ。そんな、どっちも信用できないみたいだぞ。どうすればいいんだ。だいぶ盛り上がっているようだな、二人とも。おい、デイシア、なんでここにいるんだ。よかった、やっと信頼できる人が来たぞ。デイシア、早く助けてくれ。じゃないとこいつらまた喧嘩を。ああ、確かに教令院の大物二人がまたやり合ったりしたら大変なことになるな。独りよがりな道理を並べ、教令院の虚しい規則と道義ばかりを口にする。あんたらはそんなくだらない紛争をこのアール村という浄土に持ち込んだ。どうやら誰かがあんたらをぶっ倒して、あんたらが踏んでる土地がどこなのか再認識させる必要があるみたいだな。おいおい、あんたら私の話が聞こえなかったのか。うわぁ、どういうことだ。強い風が、砂嵐か。吹っ飛ばされるぞ。また砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ。おーい、そこの方々、こっちです。早くこっちに避難を。誰かが呼んでるぞ。風が強すぎる。早く行こう。キャンディスの声か。おい、教令員の奴らは脳みそが使えないのか。早く行くぞ。そう騒ぐな。気まずい。さっき戦おうとした3人がこんな小さな空間に押し込められてるなんて。ぬー、おいらも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません、皆さん。ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。あ、やっと助っ人が来たぞ。オイラはパイモン、会えて嬉しいぞ。お前がオイラたちをここに連れてきてくれたおかげで助かったぜ。
がとう。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ、このお姉さん、すっごく優しいな。本当、あいつらとは大違いだぜ。さて、挨拶はこの辺にして、あとの時間は、ガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前から、遠くであなた方の衝突を見ていました。しかし今、あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか、率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵意を、何とか消し去れませんか？この屋根の下で、もしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。おいら、宣言撤回するぞ。ちゅ。あなたも例外ではありませんからね、ビシア。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。では、どなたから話をなさいますか？一応、私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるがな。先に、教令員の二人が話をしたらいい。あれって止めようとしたって言えるのか？別に、俺には隠すべきことはない。言ってもいいだろ。アルハイゼンは、教令員のマハマトラたちですら、俺の居場所を知らないと言ったな。だが、それは決して、人に見られたくない任務をやっているからじゃない。俺は、自己追放を選んだんだ。自己追放？以前俺は、教令員のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。しかしそれらのデータは、明らかに、現実の進捗と合わないものだった。大マハマトラとして、俺には、それを照合する責任と権利がある。だが、その部分を担当していたのは、あろうことか。大賢者、アザール本人だと分かったんだ。照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが、手がかりや物証になりそうな一切のものは、すべて巧妙に、俺の視線を避けていた。やがて、あいつらが最初から、意図的に俺を警戒していたことに気づいた。そして案の定、俺が照合申請を出すと、大賢者は拒否した。それだけじゃない。こう言ったんだ。大マハマトラの権力は、賢者によって付与されたものだ。お前には、我々を審判する権利はない。つまり、やはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすれば、マハマトラなんて、賢者たちの知識を束ねるための道具に過ぎないってことに、マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則。それは、今の教令院において、全く意味がないんだ。ああ、その一件を理由に教令院を脱出した。賢者たちが俺に対して行動を起こす前に。これが一番賢明な判断だったと思ってる。おかげで、奴らの監視の目を逃れられたしな。俺は、この件の調査を絶対に諦めない。それに、他人から権力を付与される気はない。俺は、俺の名のもとに審判を下す。セノ、オイラたちも、教令院の賢者を調べてるんだ。同じ立場みたいだぞ。それに、今はもう大マハマトラじゃないんだろ？なんだかあんまり怖くなくなったぜ。